前回のあらすじ、崖から落ちて死に戻りしたゆっくり一行。死に戻りした覚えないんだが。そこで白霊霊虫が大手柄、大洞窟を発見。初めて聞いたくだりだよ。ゆっくり一行の大洞窟探検、後編始まるよ。前回は霊夢さん落下死しただけですけどね。いきなりゾンビに襲われてます。実際洞窟の中ゾンビと戦うのがメインだろ。マリサ見てみて、またダイヤあったよ。ガチでダイヤ掘りに転職しようかな。お、またダイヤありましたよ。霊夢にとっての転職見つけたな。あ、やばいクリーパー、ミスった、引っかかった。持っててよかった、エンチャントヘルメット。ゾンビからのドロップから爆発耐性出てよかったですね。早く壊れないかな。爆発希望かよ。やっべ剣壊れた。これじゃただなでなでしてる人じゃないか。お前のなでなでに殺傷能力があるんだが、こっちとらかけてるもんが違うんだよ。一回なでるだけで指一本ずつ折れてんだよ。なでなででどんだけダメージ受けてんだよ。はじめ。編集大変なんでこのくだりもうやめていいですか。逆にそのくだりをなんでやってたか教えてほしいわ。趣味？どう料理してやろうかの。え、そんな。どうしたんですか？星が見える。え、死んだ？アムロ、行きまーす！何見せられてるの？つまりダイヤ取ったってことですね。ダイヤ取るのに必要な下り長すぎだろ。ダイヤだー。あ、この効果音使いたかっただけです。効果音使うためのセリフがあってたまるか。マリサ、そろそろダイヤも飽きてきたんだけど。逆にトータル3個でよく飽きれたな。どんな飽き性でも3個ダイヤ取ってダイヤ取るの飽きるやついないぞ。いや、ダイヤ取るの飽きたんじゃなくてさ、ダイヤ取ってるところ動画にするの飽きたなって。そっちでしたか。てか見てる人に伝わるかなこの広さ。マジで発展してる方の世界の洞窟でも見たことないくらいにでかいよな。例えるなら、霊夢さんの心の逆ですよね。それめっちゃ私が心狭いって言いたいのか。脳までの伝達スピード遅。ちなみに人が考えるときに使う脳は前頭葉なんですよ。へえ、そうなんだ。知らなかった。お前らめっちゃ棒読みじゃねえか。当然だよ霊夢さん。だって私たち棒読みちゃんなんだから。そうでしたー。は、私気づいちゃった。喋ることない。スラテン現象マイクラでも起きてるんだが、それがなぜかわかったんですよ。あとこの蜘蛛の糸の使い道あるの？今は喋れない原因教えてもらっていいですか。は、忘れてた。いつセリフ前の記憶をなくすな。簡単ですよ。洞窟なんて湧き潰しして敵倒して鉱石探すだけだからですよ。わかりやすく言いましょう。十分わかりましたが、洞窟探検とは経験値溜まってデスのリスクがあるブランチマイニングなんだよ。はぁ、ブランチマイニングなんて脳死してやってるんだから話すことなんて出てきませんよね。実際スラテンも変化が多くないと喋れないですしね。その分フォトナは変化が多い部類だし FPS、TPS とかのバトロワ系は話せるんですよ。ということで引退していいですか。マイクラ参入して1週間経ってませんが、今流行りのエイペックスでもやってきますか。昔お前フォトナのおまけでやってボロボロだったじゃねえか。てかそもそも今は何のゲームが流行ってるのかな。一世を風靡してるゲーム今は聞かないんですよね。9月発売のスプラさんに期待だね。と言ってカットしようとした時に事件は起こった。落下ダメージ食らってるだけなんですが。だけじゃなくて瀕死なりましたよ。何当然のように瀕死なってんだよ。あ、お願いだから今は絶対に来ないでね。怖かったんで洞窟内に拠点作ります。拠点の名前はマリサ2号にしましょう。1号どこだよ。1号、あいつはいいやつだった。今でも上から応援してくれてるのかな。逆に今お前より下にいるやつの方が少ないぞ。確かに今座標2だしね。いやいや、それもあるけどスクールカーストもこんな感じだろ。おい、ギリギリ入ってるか入ってないかぐらいじゃないか。でも霊夢さん良かったですね。入ってるかもって希望は持てるじゃないですか。希望しかないみたいなこと言うなよ。あ、そんなことよりもう少しでマリサの別荘できそうですよ。私の住居大体洞窟内にしかない気がするんですけど。陰のものってことですよ。それ霊夢さんでしょ。学校での席は端っこですよ。友達の数は何ですかそれ。焼肉は一人で行くもの。カラオケは90点出したい。そういうことですよ。カラオケは一人で行くのも楽しいだろ。マリサの別荘治安悪すぎてはロタキモい。 JK かよ言いすぎだろ。今の JK はロタとか言わんだろ。確かに JK かよ言いすぎだろ。何が JK かよ。無限ループになってるよ。ってことで瀕死です。これ言うための演出です。前振り長いわ。いえ死ね。あらやだ奥さん、そんなこと言わないの。最近のお前の流行り謎効果音なのか。ってことでね、続編と行きたいところですが、スポナー見つけたいんで出発しましょう。あとコメントに霊夢さん天才って書いてくださいね。いや、なんで。だってだって、剣壊れたけどマグマに衝突させて倒したんですよ。天才ではあるまいか。それを天才と思えるお前の頭が天才だよ。スポナー来たー。サドルくれ。霊夢さんその前に湧き潰ししておかないと。あとついでに後ろからスケルトンの影見えますよ。おい待て、今さっきヘルメット壊れたんだよ。ノーヘルなんだよ。中学の頃髪型崩れるとか言ってた時期と同じ状況なんだよ。まあそんな茶番は置いといて、さっき剣壊れて弓で戦おうとしてます。テイバック出してやるよ。あ、やばい、壁建築しないと。大人じゃないんですけど。回り込まれますよ霊夢さん。ここは冷静に撲殺しましょう。この一撃で決める。はぁ、ゼロから始まるサバイバル生活霊に致命。なくならないよ。何のことですかマリサ。すごい集めてらっしゃるんですが。あは、あはははははは、あかかっかかっかかっかかか。ということで今回の伏線回収綺麗でしたね。全ロス以外無傷の人間は全ロスすると検証結果は壊れるでした。めっちゃ怖い検証してるんですが。
最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメント気軽にお願いします。次回ゆっくりたちのサバイバル生活、海を渡る、乞うご期待。では、おやすみ。